ゴルフニュースポッドキャスト、ゴルフコンドル。この番組はゴルフに関するさまざまなことをリスナーの皆様と進めていくポッドキャスト番組です。おはようございます。9月5日月曜日、第83回ゴルフコンドル。私は司会のコウキです。そして本日もバンバンオです。おはようございます。おはようございます。最近ほんまによく出ていただいてありがたい。連続でなるような出るような手もだな。連続でね。いや、あの太田さん塾長が本当お忙しくて時間の都合が合わないんですよ。ああ、そうなんです。僕が行ける時間は太田さん塾長無理で、お二人が行ける時間が僕がちょっと無理とかで、ちょっともうこれどうしてもタイミングが合わずで申し訳ないんですけれども、はい。今日ね、ちょっとバープラス、新大阪バープラスね、はいはい、に来たお客様がいるんですよ、あのリスナーさんで。ええ。で、その、それ7月なんですけど、その、音声を、ちょっとインタビューさせていただいたんですよ。ええ。で、それをちょっと番組内で、ご紹介しようと思ってますんで、今日も意気込みをちょっと、語っていただきましょうか、バンバンに。いやー、猛暑が終わった思ったら、ええ、なんか変な天気やな、雨降ったりやんだりで。大阪はね、大阪、あ、なんか一日中降るとかやったらええけど、猛烈に降って、すぐやんで、ね、ほんで一時晴れたりしてね、いっちゃそう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 。一時晴れ、ようからん天気が続くわ。いやいや、本当に異常気象。まあ涼しくなったのはいいことなんですけどね。まあそれはいいねんけど、まあ天気がね不安定でね、ゴルフコンドルもちょっと不安定になってますけれどもね、ちょっと頑張っていきたいと思います。リスナーさんよろしくお願いします。ゴルフコンドル始めます。産経新聞の記事です。松山らに期待、5日から本戦富士産経クラシック。男子ゴルフの第41回富士産経クラシック、こちら主催がですね、産経新聞、富士テレビなど、まあ、産経グループなんですけれども、山梨県で行われます富士桜カントリークラブで本戦が始まりますということでね、今季3勝目を狙うルーキー松山英樹、その松山を賞金ランキング2位で追う小平智、去年の賞金王藤田博之らに韓国勢を交え白熱した戦いが繰り広げられそうですということでね、こちら賞金総額は1億1000万円、優勝賞金は2200万円ということで、ああもうずっと日本でやるの、年内は、まあ、日本で、まあ、途中ね、あのプレジデンツカップっていう、世界選抜対アメリカ選抜の試合とかそういうのには、まあ、海外で出るんですけれども、うん、まあ、トーナメント、この賞金を狙うトーナメントはもう今シーズンは日本、まあ、残りは日本でやるんかなっていう感じですよね。確か2位にもう倍ぐらいつけてるね。倍以上ですね、ダブルスコア以上つけてますけどね。まあでもまだ一応安心できひんということで、まあね、うん、安心はできないっていう。ほんでね、松山君ちょっと調子落としてるらしいですよ。え、そうなん？そうなんか、うん、昨日予選ラウンドの前の練習ラウンドだったんですけど、うん、もうショットが全然安定してないらしいですわ。まあでもあと2日ぐらいあるの、始まるまで。いや、もう実質、木曜日からなんで今日からになりますけど。ああ、もう今日から。まあでも多分ね、試合始まったらね、試合中に調子戻してくると思うんですけどね。ああ、まあなんとかまとめてくる。そう、まあなんとかね、やっぱり、まあ実力が実力だけあって、しかも、ゴルフって試合が4日間あるでしょ。あ、4日間ありますね。言うたら野球とかやったら3時間ぐらいじゃないですか。まあ、はいはいはい、ね、野球は1回ノーアウトからっていう言葉があるように。ね、まあ、まあ、言葉は9回ツーアウトからっていう言葉ですけど、まあ大体野球の場合3時間じゃないですか。まあ3時間ぐらいや、大体。だからその試合の中で調子を戻すっていうことはなかなか不可能なんですけど、まあ、ゴルフの場合4日ぐらいあるんでね、1日悪くても他で取り返せるっていうことがたくさんあるんでね。ああ、なるほどね。まあその辺はちょっと戻してくるかなっていうところなんですけども、
それで、2位で追う小平聡、去年の賞金王藤田寛之らね出ますんで、ちょっと面白い戦いになりそうですね。これ面白そうですね。そう、藤田寛之って知ってます？知ってますよ。あ、それは知ってる。情熱大陸とか見てました？見てない。中野がでも、あの NHK の番組、はい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 、見てるやん、あれレッスンの。見てますよ、もちろん。あの人やろ？そうですよ、そうですよ、あのシングルへの道っていうね、あの番組、去年今年と、やってますけれども、でもそんなめちゃめちゃうまいように見えへんけどな。いやいや、やっぱりね、うまいですよ。しかも中野の方が体でっかいし。ああ、ね、確かにね。めっちゃ飛ばすし、うん、うまそうやん、中野の方が。いやいや、そんな、まあゴルフってね、もう飛ばすだけの勝負じゃなくて、ね、穴の中に何打で入れるかっていう勝負なんでね。やっぱそう、ね、言われとったな、太田さんに。そう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 。ゴルフはカップに入れるスポーツや。そう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 。飛ばすスポーツじゃないんでね。言われとったな。そうなんですよ。それで藤田寛之選手ら、そしてですね、我らがゴルフコンドル、一押しプロ、廣田悟プロも、この富士山系、去年10位タイだったんで、出場されます。あ、ぜひ頑張って。ねえ、これぜひ、今日から初日ですけれども、はい、この先週ですね、先週、中四国オープンっていう、大会があったんですよ。ツアーではないんですけれども、ええ、そこで優勝されてるんですよ。ああ、フェイスブック載せましたね。そうです、そうです。僕載せてたでしょ。はいはい。それで優勝されてるんで、その勢いをそのままに、ちょっとこの富士山系でね。そうやね、頑張ってほしいな。ガツンと。ね、ゴルコンでも全力で応援せなあかん。全力でね、もう毎日毎日スコア報告を、ちょっとリスナーさんにフェイスブック上でしていきたいとは思いますけれども。まあ去年もね。優勝でもしたら特番やな。優勝でもしたら特番ですよ、もちろん。優勝したらちょっとインタビュー取りに行こうかなっていうぐらい特番でしょ、そりゃ。そりゃそうでしょ。もう全米の時4日連続ぐらいやっとったやん。そうあのマスターズね。あ、マスターズか。マスターズ、マスターズ。そんな感じで。いや、それ以上でしょ、もちろん。それ以上やな。もちろん、もちろん、それ以上でしょ。ちなみにですね、廣田悟プロのスタートはですね、松山英樹プロの次の組ということでね、初日2日目、まあ、松山くんがねギャラリーをいっぱい引き連れてるじゃないですか、お客さんを。はいはいはい。でその言うたら、まあ、言うたら残りみたいな人がこうゆっくりゆっくり動く人たちがね、その後ろの組にちょっともしかしたら邪魔になるかもしれないんですよ、ああいうのって。大量にギャラリーおるよりやりやすいんちゃうの？少ない方がですか？まあまあ少ない方が、やな。いや、そのしっかり見てくれてる、見てくれてたらやりやすいと思うんですけど、前の組見ててちょっと歩くのしんどいからちょっとここで一休みしようかで見られてるとか、まあ、そうなるとやっぱ違いますよね。やっぱ気になるもんな。いやそれちょっと分かんないですけど、あのギャラリー見られて試合したことないんですけど、やっぱりそのペースを作りにくいっていうのはあるかもしれないですよね。やっぱりメンタルのスポーツなんでゴルフは、もう少なかろうが多かろうが自分のプレーするだけちゃうの。まあそれがね。もうお前ほんま一回ゴルフやってみろよお前。まあそれはそうなんですけど、まあその辺ちょっと廣田さんには頑張っていただきたいと思いますんでね、これ、そうですね、頑張ってもらいましょう。松山くんがね、復帰戦何位になるか、それと、まあ、いろんなちょっと楽しみがあるこの大会なんで、ぜひちょっと注目して見ていきたいと思います。 ISM の記事です。松山が五輪に熱視線、日本でやってほしいです。先ほども言いました、松山英樹選手がですね、久々に国内男子ツアーに登場するということなんですけれども、このオリンピックの話題がちょっと出まして、現地、ね、7日日本時間の8日の早朝に迫った、2020年のですね、五輪開催地決定が、どこになるかということで、トルコのイスタンブール、スペインのマドリードとともに立候補しているのが東京なんですね。それでもし選ばれればゴルフの開催地は霞ヶ関カントリークラブ埼玉県となることが
内定をしておりましてですね、この松山選手にとっては2010年アジアアマチュア選手権で優勝、それでマスターズの初出場を決めた、とても大切な場所ということで、松山選手がですね、日本でやってほしいですという言葉を発したというこのニュースなんですけれども、ね、これバンバンを私どもスポーツマニアの2人じゃないですか。そうやな、ね、もう多分リスナーさんが思ってる以上にオリンピック見てる私どもなんですけども、うん、オリンピック夏も冬ももうほとんど見とったもんな、うん、ほとんどね。それでもう私ら2人は話題合うんですけど、他が入ってきたら多分ちんぷんかんぷんのこと結構あるでしょうねあれ、あるな、それでオリンピックのこの招致がもう8日の日本時間でいう8日の早朝ですよ。これ絶対東京になってほしいねんけど、うん、ゴルフって正式な競技になってんのオリンピック？あ、なってますよ。あの次の、2016年ですか、リオから。そうです、リオからもう開催は決定されてるんです。ああ、そうなんや。はいはい、もうそれはもう確定で2020年もそのまま行くっていうことになってるんですけど、うん、まあその東京に決まればもう霞ヶ関カンツリーっていうことはもう内定してるんですね。まあ、とりあえず絶対東京になってほしいわ。ねえ、その、うん、スペイン、ね、トルコ、東京、東京というか日本のこの3つに絞られてるんですけれども、うん、この私が聞いた情報ではですね、前 IOC 会長 の、 あのサマランチ会長が、ね、はい、いますよね。あの人がスペイン人らしいんですよ。で、その息子さんね、サマランチジュニアがスペイン、あの IOC の、 あのなんか役員か理事かなんかやってはるみたいで、でやっぱり自分の国になってほしいが結構ロビー活動されてるみたいですわ。ああ、そうなんや、うん、でも一番有力やって言ってたけどな東京が。ねえ、いろんなその前評判で聞くと東京かなっていうのあるみたいなんですけど、でも接戦みたいですね。どの情報見ても、もうあと2日か3日頑張っ、なんとか頑張ってな。そうなんですよ、そうなんですよね。まあこのね、個人的にもやっぱりね、そのスペインって、うん、バルセロナオリンピック最近やってたじゃないですか。1992年にやってましたね。やってましたよね。で、まあ、トルコはないんですけれども、うん、トルコの場合ってちょっとシリアとかあの辺近いじゃないですか。トルコもね、ちょっと内戦というか、うん、そうなんです、国内で、ね、ちょっとウィークポイントを言うとですよ、はい、でスペインの場合財政的にもちょっときついんじゃないかということもありますけれども、はいはい、うん、日本の場合、まあね、その設備、ね、その陸上競技場とかゴルフ場とかも全て、まあ、整ってるけれども、やっぱりウィークポイントって言ったらやっぱ原発って聞きますけどね、これ。そうですね、ネットにも書いてましたね。あ、福島の原発がどの辺まで、うん、な治ってんねんみたいな。あ、うん、で、まあ、風評被害っていうねところもありますし、うん、まあ、世界中の、ね、アスリートが来るわけですから、やっぱり体の心配はね、それするでしょうけども、都知事か誰かがめっちゃアピールしとったけどな、うん、あ、猪瀬都知事ですか。東京の放射線量はニューヨークとかロンドンとかとあんま変わる、全然変わらんから大丈夫や言うて。ああ、それもっと言わなきゃいけませんね、うん、それ、うん、うん、とりあえず絶対なってほしいね。とりあえず、うん、なってもらったらね、これ競技に関係なくちょっとオリンピック日本でやったらさすがに見に行くでしょ。それ絶対見に行くのは何かはね、何かは野球、うん、あるかか復活したら見に行きたいし、ね、復活すれば、うん、うん、で、まあね、陸上競技以外でもな、まあ、言うたら何でもあるじゃないですか、柔道とか。何でもあるな、ほんまに、うん、僕だって1週間ぐらいここ泊まりたいですもんね、東京に。ゴルフも見たやろ。いや、ゴルフも行きたいですよ、そりゃ。ゴルフも見たやろ。だって生きてる間でも多分ないでしょこれ、東京ないやろな、もうほんまにね。これもし東京に決まって次また大阪でありましたって多分ないと思うんですよ。まあ、よく言えば大阪でやってほしいんやけど、うん、まあ一回ねちょっと大阪で頑張ってた時期ありましたけどね。あったな、一回やってたな、あれ空中分解してね、やってた、終わりましたけども、
東京でやったらほんま見に行くわ、ほんまに。いや見に行きましょう、これは本当に、ね、うん、それで、うん、まあ、日本代表、まあ、多分ね、松山くんがね、言うたら8年後ですか、7年後ですけれども、ね、頑張って日本代表で金メダルとかね、見たいですよね、これ。見たいな、ほんま見たいわ。見たいです、これちょっとね、うん、ゴルフとはちょっと話がそれて、オリンピックの話に猛烈になってしまいましたけれども、まあ、ここはちょっとね、同じスポーツということでちょっと注目したいニュースでした。はい、ここからはコメントの前にですね、オープニングでも言っておりました、リスナーさんがバープラスに来ていただきましたんで、その時の模様をちょっとインタビューしておりますのでお聞きください。本日7月の、12日夜の9時20分なんですけれども、私バープラスにいるんですけれどもね、リスナーの一本さんが来ていただきましてお会いすることができました。一本さん、どうも。はじめまして、こんばんは。いやいや、いつもありがとうございます。本当になんか聞いていただいてね。いつも聞きます。何回目ぐらいからの？第1回目から。もちろん第1回。どういうきっかけであのゴルフコンドル？たまたまゴルフで引っかかった。たまたま、で、まあ、とりあえず1回聞いてみようかなみたいな、それで聞いていただいてハマっちゃったみたいな。あ、そうです、これは部長もらえるもので。あ、本当ですか。今日は広島からということで、ね、バープラスに。嬉しいことですよ、本当に、ね、今日あの、お仕事 の方ですか。あ、そうです、ね、もう非常にお世話になってる会社のお二人に。会社の方でね、ゴルフされてないお友達もいるということで、はい、ね、ちょっとゴルフしてくださいよ。どうしましょうかね。今年じゃあデビュー。デビュー。あ、デビュー決定ですか。ね、ゴルフしてないけれどもゴルフコンドルは聞いていただいているという。はい。どうですか。なんか分かんないですけど面白いんですよね。いやいや、ありがたいですね、またこれ。ね。いやもうね、今年はぜひデビューということで、ね、そしてもう一方、ね、はい、聞いてないけどゴルフしてる。聞いてないけどゴルフ。聞いてないけどゴルフしてますね。いやいや、ね、もう次からは聞いてないけど聞いてるしゴルフしてるしに変えていただいたら、聞いてゴルフしてるみたいな。いや、ぜひ聞いてくださいよ。わかりました、はい、ぜひね。いや本当に、ね、こういう感じになんかリスナーさんとお会いするっていうのがね、なんかものすごく不思議なんですよ。その一方的に喋ってるじゃないですかね。一方的に話してて、そうで、リスナーさんはね、聞いていただいてるんで、もしかしたら親近感あるかもしれないんですけど、私からしたらもうすごく、ね、知らんおっさんが来てるわけです。いやいやね、いやでもありがたいことで、ぜひまた ね、大阪に来た際はバープラスで私に会いに来てください、ぜひね。もう私も中野塾の会員ですから。西川塾じゃなくて中野塾。中野塾。わかりました、ね、今日あのボールにあの私のサインも書かせていただいて、ありがとうございます、ね、1打目あのパター練習ぐらいにしといてくださいパター練習。そんな感じでね、明日ゴルフですか。ゴルフ、ね、ちょっとあの笹山でゴルフされるということなんで、ぜひ頑張っていただけたらと思いますので、ね、頑張ります。またお会いしたいと思いますので、はい、ぜひまたよろしくお願いします。皆さん、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、コメントのコーナーです、ね、コメント。9月のテーマまだ決まってないですけれども、ね、もう9月やっちゅうねんっていう話ですけどね。ちょっとまあ、とりあえずお一人目読ませていただきます。カネゴンさんからいただきましたコメントです。皆さんおはようございます、朝晩は涼しくなってきました。そろそろ来月のテーマを、考えなきゃいけないですよね。まあ、来月というか今月なんですかね、これ8月にいただいてまして、CB コンペに向けての話題が盛りだくさんになると思います、ということでカネゴンさんからいただきました。ありがとうございましたね。前回の放送でバンバンオにね、なんか聞きたいこと、コメント募集してますってね、バンバンオさんあの募集したじゃないですか。しましたね。なんか来てます。結果なんですけどね。はい。誰からも来てないんでね。
そりゃそうやろうな。誰からも来てませんよね。そりゃそうやろうな。そうそうそう、うん、でもこれね、やっぱり朝晩は本当9月に入って本当違いますよね、涼しくなって。めっちゃ涼しくなったほんま。ね、9月、8月と9月こんなに違うかっていうぐらい涼しくなりましたけどね。もう今日なんかクーラーいらんよ。いや今日いらないですよ、晩なんか。なあ、全然。まあ、ちなみに私は収録してるんで密室でいますけどね、暑い中。まあ、いや俺もそうやけど、こっちはねマイクが他の、その外あの外の音拾っちゃうんで、やっぱ閉めとかないとダメ。なるほど。そうなんだ。まあでも来月の、まあ、今月のテーマなんですけども、田辺さんからはですね、今月のテーマ、今年のベストスコア予想はどうでしょうということで、ベストスコアを予想を発表して、年末はもしくは新年に実際のベストスコアを発表するのですということで、ちょっとコメントいただいてるんですけどもね、これもちょっとなかなかね、コメントいただける方いるかいないかわからないんで、ちょっと今月のテーマ、私ちょっと決めさせていただきますわ、馬王さん。決めてくださいよ。言いますよ。はい。今月のテーマなしです。何やねんなしって。これ画期的でしょ。何やねんなしって。もうテーマなしで、もう何のコメントでもいいから送ってきてくださいっていう、今月の紹介。そういうのもいいかもな。ね。うん、そうそう。これどの番組でもテーマなしですって ないと思うんですよ。うん、ないな。だからテーマなしでもう何でもいいんで送ってきてくれっていう。もう聞きたいことから、何でもいいから、まあ、例えばコーヒーに砂糖入れますか入れませんかとか、もうほんとそんなんでもいいですよ。そんなことね。そんなんでもいいですよ、ね、そんなんね。そうね、ゴルフ以外になんかハマってたことなんかありますかとか。まあ、これは太田さんスノーボードとか言ってましたけど、バオさん、まあ、ゴルフももちろんしてませんけども、うん、やっぱハマってることって何ですか？競馬ですか？競馬はハマらんけど別に。何かあります？アパチンコですか？まあ同じね、あの球技ということで、まあ、パチンコをされてるということなんですけども。まあ、競馬でちょっと思い出しましたけど、オルフェーブルちょっと怪我したみたいですね。ああ、なんかさっきネットに出てましたね。うん、なんか鼻が。詰まっていった帯同馬に蹴られたって。そうそうねえ。まあ、凱旋門賞がね、ありますんでね、オルフェーブル。頑張ってほしいね。もう1ヶ月切ったんかな。ねえ。切ってないか、まだ。うん。日本の馬、ディープインパクトもね。惜しかったね。いけるかと。惜しかったって、ディープインパクトっていうか、去年のオルフェーブルが一番惜しかったけど。あ、去年のね。でも日本馬念願の初優勝なるかというところでね、まあ、そういうちょっともう本当テーマなしで何でもいただきたいんでということでね、よろしくお願いします。それとあとバンバンオさんもね、たまには聞いてるだけじゃなくてコメントもいただきたいと思いますんで。はいはい、わかりました。なんか書いてくださいよ、太田さんと塾長へのメッセージを、なんか。はい、あ、これいいですよね。これも書いてください、ぜひ。よろしくお願いします。はい、そしたら9月のテーマなし、何でも OK ということでね、決めたいと思います。田辺さんね、金子さん、田辺さんは本当にテーマのね案もいただいたりして、本当ありがとうございます。本当金子さんもいつもありがとうございます。お二人とも CB コンペに来ていただけるということなんで、ちょっと楽しみにしています。コメントのコーナーでした。エンディングのコーナーです。バンバンさん、今日も本当にね、ありがとうございます。はい、どうも。はい、ありがとうございます。エンディングなんですけども、あるあるこれ言いたいんですよ、リュウジさんのあるあるを。でもね、あるある判定してもらう人がいないんで、やっぱり言えないんですよね。まあ、バンバンには通じないんで、あるあるが。また次回やな。次回また塾長太田さんいるときにやりたいと思います。リュウジさんお待ちくださいね。このエンディングの、時間をちょっと利用させていただきまして、ゴルフコンドルビビットゴルフ、CB コンペ CB ゴルフコンペのちょっとご案内を、させていただきたいと思います。9月23日月曜日の祝日、場所は三木岡はカントリークラブ、コンペ参加費が、3500円
それでプレーフィー、昼食、会食、まあ、ゴルフ場に払うお金ですね、13,500円、合計17,000円です。集合が、8時受付の、9時にマスター室前集合、受付がですね、メールで受け付けております。golf.condor@gmail.com golf.condor@gmail.com、こちらのアドレスにですね、お名前、住所、ご連絡のつく電話番号ですね、そして生年月日、そして平均スコア、こちらを、ご記入の上、メールでいただきたいと思います。先着順になりますので、いっぱいになりましたら、ね、締め切らせていただきます。締め切り最終がですね、9月10日ぐらい、まあ、13ぐらいまでいきますけど、ぜひそれぐらいまでにいただきたいと思います。あと5日6日7日それぐらいですからね。バンバンオさんも待ってますよこれ。これ行かれへんわ、めちゃめちゃ下手やのに。ね、それでね、まだ数空いてますんでね、約、7、8人は行きます。まだ行きます。悩んでる方ぜひ来ていただきたいです。それとですね、これもちょっと大事なご案内、CB コンペ前夜祭のご案内です。9月22日日曜日、にですね、夜、まあ、多分7時ぐらいからになると思います。いつもこの番組でも言ってます、新大阪のバープラスさんでですね、ちょっと前夜祭ということで、まあ、ゴルフコンドル、ビビットゴルフのリスナーさんとですね、私ども喋ってる人間がですね、ちょっと交流を図りたいなと思って、ぜひ来ていただきたい、ちょっとイベントしようと思います。こちらはですね、コンペの参加不参加に関係なくですね、懇親会という形にしますので、こちらもゴルフ .condor@gmail.com の方に、前夜祭参加希望ですとかね、なんかそういうご連絡いただきたいと思います。私、太田さん、塾長、ゆきろいさんで、番号も来ます。これそれは行こうかな。ねえ、これは来てくださいよ、うん、せっかくやから。本当に日曜って休みやったんちゃうの、うん、いや、それがですね、あげてくれるの、いいこと聞きますね、バオさん。いいふうに、そうなんですよ。こう、日曜日はバープラスお休みなんですけれども、マスターがね、ちょっとコンペやるんやったら、前夜祭、うちでやったらってことで、させていただきたいと思います。ね、していただけるということで。で、こちら、3000円、会費。で、もちろん食事付きの飲み放題。これお得でしょ、バオさん。得やな、めっちゃ。でしょ、うん、僕やな。これもこの CB コンペ価格にしていただいたんですよ、マスターに。うま。そうなんですよ。普段だったら4500円するんですけど。いつもお世話になってるのに。そうなんです。さらに安くしてもって。そうそう、さらに安くしていただいて。この9月22日、まあ、夜7時ぐらいだと思います。こちらもちょっとぜひ、コンペ参加しないっていう方もですね、来ていただいて OK ですんで、これ日曜日せっかく開けていただきますんで、人数が集まらないとね、僕もちょっと後から何言われるかわからんっていうところはありますんで、ぜひふるってご参加していただけたらと思います。はい、ね、9月22日前夜祭と9月23日、コンペね、ちょっと楽しみにしていただけたらと思います。それでね、番号、これコンペの商品もまあまあ決まってきたんですよ、結構。うん、うん、でね、結構豪華商品あるの。豪華商品ありますよ、もちろん、あります、あります、本当にあります。えー、これ会費がね、コンペの会費3500円なんですけども、うん、3000、定価でいうと3500円以上のもうみんなに持って帰っていただくんじゃないかなっていうぐらいですよ。ほんまに言うてんの。本当に本当に、これはちょっと、これそれは楽しみやな。うん、期待していただきたいですね、本当に。成績いい人が持っていくの、それは。ね、成績いい人がもちろんいい商品、ご用意しております。お前が全部持っていくんちゃうんかい。なんで俺やねん。お前成績うまいから。いやいやいや、僕よりうまいユキロイさんとか太田さんいますから。あー、そう、でも中野がうまいやろ。いや違うんですよ、もうそんなん、もうスコアで言うたらユキロイさん太田さんには平均で言うたらもう全然かなわないです。ぶっちゃけ負けたことない言うとってん。
聞こえ言いますわ、カットカットはい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 ね、ね、皆さんが持って帰れるコンビにしたいと思いますんで、はい、ぜひこちらも楽しみにしていただきたいと思います。もう締め切りが近いんでね、ぜひふるってご応募いただきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。はい、それでは最後のコールいきましょうか。はい、はい、それではいきます。ゴルフコンドル。